It's Saturday, 3 p.m. Got any plans? Or got nothing to do? How do you feel right now? Why don't we just chill out and hang out? Panasonic presents 音おかし。7月23日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。アレキサンドロスのボーカルギター川上洋平です。学生の皆さんも夏休み入ったと思うんですが、いかがお過ごしでしょうか。羨ましいな。先日13日にですね、アレキサンドロスニューアルバム But Wait Cats が発売されまして、音おかしリスナーの皆さんからたくさんの感想をいただいております。ありがとうございますね。てかツアーがね、アルバム発売してから3日後とかだったんで、初日に来た方はね、もう早くもうアルバム聴き込んで早くしもうやんないとってことでね、もう夜通しで聴いていただいたのかな。本当にありがとうございました、北海道の皆さん。今日はですね、そんな、まあ、アルバムの感想メッセージなどを紹介しつつ、 あとそうですね、このアルバムからまだオンエアしていないあの曲をお届けしたいなと思っていますので、いろいろ今日は最後までお付き合いください。This program is brought you by Panasonic。 洗濯物をきれいに洗う、そのためには洗濯槽が清潔じゃないと。そんなあなたにパナソニックの洗濯機自動操洗浄、すすぎのたびに洗濯槽を自動でお手入れ、嫌な黒カビの発育を抑制することができます。今こそ清潔な洗濯機で信じられる洗濯を、ハッシュタグ洗濯プロジェクトです。 Panasonic。 Panasonic presents 音おかし。泣きたくなるほどなるほどに、僕らはちょっと強くなれる、消えたくなるほどなるほどに、世界はそっと色づいてく。川上洋平が東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお届けしている Panasonic Presents 音おかし。1曲目にお届けしたのは我々アレキサンドロスで Rock the World。 こちらもですね、ニューアルバム Bad Wait Cats に収録されておりまして、今ね最近 CM でもちょっとかかってますね。はい、やっぱりまあツアーでもね最近またやってますけど、いい曲だなと我ながら思います。なんていうかね、なんだろう、こう歌いやすいし、気づくと鼻歌で歌っちゃうような、そんな曲なのかなと思いますけど、皆さんいかがでしょうか。はい、そんな感じでね、ちょっと、まあ、メッセージたくさん来ているので紹介させてください。大阪府堺市、ラジオネーム K さん、女性の方です。ひろえさんこんにちは。But Wait Cats 聞きました。待ちに待ったオリジナルアルバム、本当に嬉しいです。どの曲も最高にかっこよかったのですが、 We are still kids and stray cats は初めて聞いた時鳥肌立つくらいでした。
ゾクッとするかっこよさ、最高です。この曲がライブではどんな風に化けるかも楽しみです、ということなんですけど、そうなんです、ケイさんありがとうございます。よくぞ言っていただきました。こう We are still kids and stray cats、 これまだね音おかしではかけてないんですけど、これねライブでここで来るんだっていうところでね来ます。はい、ちょっと楽しみにしてほしいですし、もうライブの方が鳥肌立つようなアレンジになってます、化けてます。はい、なので、ね、ちょっとまあこれからツアー行きます、参戦しますっていう方はねちょっと楽しみにしておいてください。めちゃくちゃ自分たちでもねこれはねやってる時本当気持ちいいんですね。はい、そう、10月から始まるねアリーナツアー、バッドウェイトアリーナ、こちらですね、なんとサポーテッドバイパナソニックとなりました。もうラジオもライブもパナソニック、はい、そして自分の家の家電もパナソニックです。さあ、というわけでね、ケイさんもねおっしゃっていただきましたけど、この音おかしでまだかけていないこの曲を聴いてください。アレクサンドロスで We are still kids and stray cats。した曲はアレキサンドロスで We are still kids and stray cats。 フェスでねこれやりたいと思ってるんですよ、実は。まあまあちょっとまだね内緒なんですけど、本当はセットリストなんですね。でもさ、やっぱこれアルバム曲だからそんなにまだね知られてないわけだから、やっぱフェスだとさ時間も限られてるしね、自分たちのファンだけじゃない人にも来るから、セットリスト的にはまあ割とこうシングル曲多めになるのはまあ当然なんですけども、やっぱそこはねちょっとこう噛みついていこうかなということで、この曲をフェスでもやりたいな。いや気持ちいいと思うよ、夜のさ野外でさこれ鳴ったらもう超気持ちいいでしょ。はい、さあ続いてもニューアルバムのメッセージ届いてます。埼玉県鴻巣市、ラジオネームペチさん、女性の方です。ヨヘイさんこんにちは。こんにちは。バッドウェイキャッツを何回も聞いています。空と青は何度聞いても最初から、金線がやられて涙出そうです。ベビオラは、これベイビーズオーライトの略称ですかね。ベビオラは気持ちがぶち上がってドライブにぴったり。そんな中、アウクワードはこれぞ音おかしの3時にぴったりではないでしょうか。ぜひぜひ、ラジオから流れるアウクワードを聞きたいです。さらにこんなメッセージとおります。埼玉県所沢市、ラジオネーム佐藤さん、女性の方です。皆さんこんにちは。8枚目のアルバム Bad Way Cats のリリースおめでとうございます。ありがとう。アルバム1枚を通して聞いての第一印象はスピード感すごです。今のアレクサンドロスの勢いをとても感じました。早くライブで聴きたいという曲がたくさんあります。クラッシュからのアクワードが特に好きです。クラッシュは野外ライブで聴きたい、ドライブにも合いそうな曲で大好きです。アークワードは UK ロック感があって少し切ない感じが好きです、ということでね。佐藤さんありがとうございます。そう、実は
まあ、音おかしね、メッセージフォームであるんですけど、そこではね、オークワードが圧倒的な人気を誇ってるそうです。でもね、このオークワードは、やっぱこの、音おかしをやり始めてから、うん、やっぱこう、いろいろ自分の好みの曲をかけて、やっぱ普段こう聴いてるだけじゃなくて、こう、届けたりとかするとまた違うんでしょうね。やっぱ自分の中に、もう本当にもっと吸収力が高くなるというか、そういう意味でね、やっぱオークワードはね、この音おかしを通じてできた楽曲なのかなとも思います。うん。さあ、そんなわけで、聴いてください。アレキサンドロスで、オークワード。See change, we haven't seen each other for a while since we both left the district for good. Did we fix the broken cellar door before we move out?Seems like I'm not wanted at all. It's just that there's something I've left behind. If I could go back and pick it up for a tree, but it seems like it's been falling apart. I've been trying to figure it out, what we were and wanted to beした曲はアレキサンドロスで Awkward、アルバムのですね最後を飾る曲なんですけど、これ直訳すると気まずいというタイトルでございまして、まあ、結構なんかこう自分の中にある誰かとの絶妙なこの空気感、この気まずい空気感っていうのを、なんかあんま悪い意味じゃなくて、まあ別にいい意味でもないんですけど、あの不思議なメロディーと不思議なこの浮遊感とともになんか表したいなーってずーっと思ってて、それがね今回ハマってよかったなと思います。これ本当にこういう曲ができてよかったなと思うし、なんか今だからできたというか、まあ、さっきも言ったように音おかしをやり始めてできた楽曲だなと思うし、うん、ぜひねなんかあの気まずいお相手とドライブするときかけてください。はい、続いてはこのコーナーいきましょう。今日の選択。我々アレキサンドロスもタッグを組んでいる選択プロジェクト、皆さんから寄せられたリクエスト曲を私川上洋平が選択するというコーナーです。さあメッセージ2通紹介しましょう。大阪府寝屋川市、ラジオネーム内陸国のアーロンさん、男性の方です。洋平さんこんにちは、いつも楽しく拝聴しております。私のリクエスト曲はビーバードゥービーのザ・パーフェクトペアです。あ、いい曲ですね。この曲は今月15日にリリースされたアルバムに収録されている曲です。私は音おかしをきっかけに彼女にハマり、来月にはサマソニで生のパフォーマンスを初めて見る予定です。いいですね。俺ちょっと見に行きたいんだけど行けないんだな。ギターリフが素敵で、アルバムの中でも特に印象に残ったこの曲をお願いします。千葉県千葉市、ラジオネームカノッチさん、男性の方です。上さんこんにちは、いつも楽しく拝聴しております。実は先日気になっている女性がアレキサンドロスが好きだということを知り、勇気を出して昨年12月26日直前の年末パーティーに一緒に行こうとお誘いしました。残念ながらそのライブは外れてしまっていけなかったのですが、せっかく二人とも予定を空けたということで、そのライブの日に初めてデートをすることができました。お、いいですね。その後何回かデートを重ねて、なんと4月にお付き合いすることができました。だいぶかかったね。4ヶ月ぐらいかかったかな。まあまあでもおめでとうございます。アレキサンドロスがきっかけで付き合うことができたので、この場をお借りして感謝申し上げます。いえ、とんでもありません。そんな彼女とこの前初めてドライブをした時に、彼女が流してくれたサーカーウェイブスの
T シャツウェザーという曲が、音おかしが流れる土曜日のお昼過ぎのドライブにぴったりの曲だと思ったのでリクエストさせてください。ちなみにアレクサンドロスのライブは毎回外れていますが、次のアリーナツアーは絶対に当てて2人で行きたいと思います。ぜひ当ててください。ちょっとこれカノッチさん、ちょっとなんかこう慣れ初めみたいなことまで言われ聞かされると選ばざるを得ないというかねはい。いや内陸国のねアロンも嬉しいんだけどさね、あのこの番組ねきっかけでこうビバドゥービーしましたとかさ、もうこの番組のもうホモですよこれは。なんだけどやっぱ彼女できたとかさ、まだ当たってないんですとか言われちゃうと選ばざるを得ない。というわけでごめんね内陸国のアラさん、今日はカノッチさんのリクエストをお答えしたいと思います。T シャツウェザー、いやーもう T シャツの天気だみたいなね、もうそのまんまの楽曲だなと思いますけど、なんかサマーソルトというね、こうドライブトゥハワイみたいな、ハノルかな、ハワイか曲もそうですけど、なんかこうタイトルまんまやみたいな曲結構いいですよね、そのストレート。あの1975もあったよね、なんか Me and You Together Song みたいなああいうのとかさ、なんか聞いちゃうと、あいいな、なんかそういうのいいなと思っちゃうんですね。まあ、というわけで、ね、内陸国のアロンさんも、カノチさんも、番組特製ステッカープレゼントさせていただくんですが、これね、ステッカーもリニューアルしましたので、楽しみに待っててください。さあ、この今日の選択では、あなたからのリクエストを引き続きお待ちしております。そのセレクト理由なども添え、用法を問わず、おすすめの一曲を送ってきてください。Panasonic Presents 音おかし。時々、洗濯物を洗濯機いっぱいに詰め込んで、洗ってしまいます。正しい定格容量のお知らせ。汚れをしっかり落とすために洗濯物は少し控えめに。パナソニックの大容量12キロの洗濯機ならたくさん洗えてまとめ洗いもきれいに仕上がります。余裕のある容量で正しい洗濯を、ハッシュタグ洗濯プロジェクトです。パナソニック。いいですね。オークワードが流れていました。はい。まあ、こうやってね、アップデートしていきますんで。アレクサンドロス・カワカミがお送りしてきたパナソニックプレゼンツ音おかし、そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのメッセージ、リクエストをお待ちしております。皆さんの気分に合わせて曲をセレクトしたり、リクエスト曲は今日の選択で取り上げさせていただきます。番組内で採用された方には特製ステッカーをプレゼントします。これね、結構新しく写真を撮り下ろしましてですね、結構いい写真になってます。土曜の午後3時間が出てます。でもね、引き続きモチーフである目を隠した写真になってるのでね、ぜひホームページご覧になっていただければと思います。さあ、恒例のお菓子クイズ参りましょう。どれにしようかな？というのもね、この前北海道行ったばっかなんで、
ツアーでね。だから北海道のお菓子をちょっと買ってきました。これだな。うん、これを食べよう。まあ食べようっていうか、もうさっきから開けて食べてるんですけどね。はい、いただきまーす。うん、うん、これね、うん、もうめちゃくちゃ美味しいんだけど、味が多いね。うん、これ味ぐらい言っていいかな。エビだし、スープカレー。はい、だからスープにカレーにフライドポテトにエビですね。はい、あ、フライドポテト言っちゃったでも、まあなんていう会社のフライドポテトかまで当てなきゃダメなんで、まあまあまあ、ちょっとフライドポテトってとこはピッと言ってたけど、はい。さあ、私は何を食べたか。正解はですね、毎週金曜日にオーディオプラットフォーム、オーディにて配信しているスピンオフで発表したいと思います。次回は7月の29日、金曜日21時、それまでに回答を送ってきてください。当たった方には抽選で番組ステッカーをプレゼントさせていただきます。そちらのスピンオフではあなたの選択と題して皆さんからのお悩み、進路相談なども受け付けておりますので、どんどん送ってきてください。最後にですね、ちょっと以前番組に南国少年パパ君でおなじみの漫画家の柴田亜美先生がですね、アレクサンドロスのシティをですねリクエストしてくださったんですが、まあちょっと私ちょっと調子に乗りましてですね、似顔絵描いてくれたら流しますと言ったところですね、素晴らしい似顔絵を描いてくださいました。これ柴田亜美先生のツイッターでね見ることができますので、ぜひ皆さん見てください。いやー、ちょっと柴田さん本当にありがとうございます。大先生に描いていただけるなんて、ちょっとこれ原画欲しいな。というわけで今ねシティをちょっと流させていただいてますので、これ毎週聞いてくださってるんですかね。嬉しいですね。新曲の感想も送ってくる、あー嬉しいな。柴田先生ちょっとありがとうございます。さあ、というわけで本日のプレイリストは何曲かプラスして番組の Spotify アカウントにアップします。すべては番組サイトから www.tfm.co.jp/お菓子、さらに東京 FM が運営するファンコミュニティリスコムに、パナソニックプレゼンツ音お菓子のルームもあります。番組ホームページにもリンクを貼っていますので、ぜひ全国の仲間とつながってみてください。それでは皆さん、おかしな週末を。ここまでのお相手はアレキサンドロス川上洋平でした。 Enjoy your great summer weekend。Bye, Panasonic.